結露だ。メステックカメラです。今回はですね、前回に続きまして、このカメラについているこのレンズ、これコズミカの 75mmF1.4 っていう C マウントのレンズなんですが、まああの C マウントのレンズにしてはイメージサークルが大きいんですよね。 APS-C サイズを、まあ、ギリカバーできるかできないか、まあちょっと蹴られたりするんですけどね、まあ、それぐらいの大きさはあるんです。まあ、前回これで撮ってみたんですが、これがなかなか結構なくせ玉でして、増面の湾曲もかなり大きくて平坦性に難がありますしね。で、歪曲収差もかなりありますし、画像周辺の光量の落ち込みももうすごいんですよね。まあ収差まみれのレンズではあるんですが、このね、ふわっとしたボケの感じがね、いいんですよ。で、それでもこのレンズ結構気に入って撮ってたんですよね。でもね、そのふわっとしたボケを楽しむには最短撮影距離がね、ちょっと長すぎるんですよ。これね、まあレンズの最短撮影距離っていうのはレンズの焦点距離の10倍以内だったら、まあなんとか許せる範囲というか合格点だと思うんですけど、これはね、最短撮影距離 1.2 メートルなんです。75ミリで 1.2 メートルっていうのはちょっとね。ですからね、このレンズで撮っていると、まあ、もうちょっと寄りたいのになって思う場面がね、結構あるんですよね。前回アップした動画にコメントをいただきまして、まあ、C マウントっていうのはネジマウントなんだから、このネジをね、緩めて、マウントのネジを緩める、こんな風にね、こうちょっとね、こう緩めたらもうちょっと揺れるんじゃないかと。で、それがダメなら、まあ、エクステンションチューブを使えばいいっていう風にアドバイスをいただいたんですね。そうなんですよ。実はですね、あのネジを緩めるっていうのはちょっとやってみたんですが、このレンズね、 C マウントのレンズにしてはもう大きくて重いんですよ。ですからね、ちょっとこうネジを緩めただけで、ちょっとこうね、ガタつきがあるの分かりますかね。ガタつきが出るんですよね。で、まあこう押さえつけながら撮れば、まあなんとか撮れることは撮れるんですけれども、まあちょっと緩めたぐらいではね、あまり寄れる感じはしないんですよね。 75mm ですからね、焦点距離が。でね、あんまり緩めるとこうガタつきも結構大きくなってきますし、緩めすぎるとね、落下の危険性もありますので、ちょっと怖いんですよね。まあこれがね、小さいレンズならそうやってで緩めて撮るっていうのもありだとは思うんですが、ちょっとこのレンズでは難しいですね。というわけで、まあ、ここは正しくですね、エクステンションチューブを使おうと思いますね。で、これは 10mm のエクステンションチューブです。これをちょっとね、つけてみましょうかね。こんな感じですね。この10ミリのエクステンションチューブをつけますと、だいたいね、35センチぐらいまで寄れるようになりますね。だいたいですけどね。ちょっとね、10ミリは長すぎるかな。間違えてました。これ16ミリのエクステンションチューブでした。ですから結構寄れたんだ。やっぱりちょっと長すぎるかもしれませんが、まあせっかくなので、まあこのままでマクロレンズとして使ってみましょうかね。
ぱりね、冬は暖かい家の中でね、マクロ撮影を楽しむのがいいですね。こじんまりとね。もう外はね、寒い。風もありますしね。外でマクロ撮影なんてもうやってられませんよ、これは。全然話が変わるんですけれども、皆さんレンズの結露対策ってどうされてますか？寒いね、室外というか屋外で撮影していって、でそのまま暖房の効いた暖かい室内に入ると結構やばいですよね、結露が。結露したレンズをねそのまま放っておくと、まあ、カビの原因にもなりますしね。もう私ただでさえですね、カビの生えたレンズをたくさん所有しておりまして、結露がねカビレンズのコンディションをさらに悪化させて、まあ、今までまあだましだパンしなんとか使ってたレンズがですね使えなくなるんじゃないかとちょっと怯えておるわけですよね。寒い外でこう使っていて、もうキンキンにレンズとかカメラが冷えるじゃないですか。でそのまま暖かい部屋に入れたらダメなので、とりあえず玄関にカメラバッグごと置いておいて、まあ少し時間が経ってからさらに暖房の効いた部屋の中に入れるっていう、もう段階を踏むってことしかないですよね。でも外で使っていたカメラとかレンズで引き続きそのまま部屋の中でも撮りたいっていう時あるじゃないですか。そういう時困りますよね。Vlog 撮影をされる方とかね、そういう場面を結構多いんじゃないかと思うんですけれども、どうされているんですかね、対策っていうのは。まあレンズヒーターとかありますけれどもね、そこまでやるのはめんどくさいですからね。結局根本的な対策っていうのはこれしかないと思うんですよ。結露を引き起こすような寒い場所での撮影は諦める。